こんにちは、あやチャンネルのまみーです。今回はですね、子どもたち全員の足の爪をカットしてもらいに、こちらのお店にやってきました。まあね、爪カットはいつもの、ホームセンターの中にある、ペットエキスポさんでカットをしてもらっています。まあね、1箇所500円、まあプラス消費税、まあこの値段はね、多分ほとんどのお店がそれくらいの値段なんじゃないかなとは思います。前回はね、お散歩サボりの、ジュエル、それからナイト、まあ体重がね、軽いのでね、なかなかやっぱり歩くだけでは爪がこう擦れないみたいで、爪がね伸びるのが早いんですよ。なのでジュエルと、ナイトだけカットしてもらいました。で今回はね、全員です。はい、こちらが、お店になります。ペットエキスポさんです。さあ、予約をね、まあ、してあったのでね、もう5匹なのでやっぱり1匹ぐらいだったらいきなり行ってもカットしてもらえるんですけど、ここはね、だけど5匹なのでね、一応、トリマーさんがちゃんといるっていう状態で、予約を、しておきました。最初は、ジュエルさんです。最初からちょっと暴れてましたね。でも後ろ足はおとなしくやってますね。もう多分うちでね、ジュエルの爪切りなんかやったらもうめっちゃ暴れると思う。なんかもうやろうともしない、我が家では無理だと思う。もうカットだけでもすごい大変だもん、ジュエル暴れるから。足は、まあ後ろ足はまだいけるかもしれないけど、前足は絶対無理。ジュエルさんのね、隣ではナイトくんが爪切りをしてもらってます。もうナイトくんはね、もうマミーがこの、まあガラス越しだけれども前にいるっていうのがこう分かってて、もう常に視線はマミーです。もうナイトくんマミーをガン見です。じーっと、とにかくマミーがいるかなっていうのを確認しながら爪を切ってもらってる状態です。はい、こちらはダイヤくんになります。もうそろそろちょっと腰が抜けそうな、でもそんな時に奥からアクアさんが出てきましたね。ちょっとアクアが出てきて少し気が楽になったんじゃない、ダイヤさん。さあダイヤくん、今ねちらっとマミの方を見て、マミがいるっていうのを気づいたらやっぱり腰が抜けちゃいましたね。ちょっと安心したのかな、どうなんだろう。まあダイヤくんのね、腰が抜けるのはもういつものことなのでね。さあもうそろそろ下に落ちるんじゃないですかっていうぐらいの、もうなんか腰の抜けようなんですけど。さあアークアさん少し暴れておりますが大丈夫でしょうか。でもアークアもね、ほんとだいぶね、なんか落ち着いてきましたよ。最初我が家にね来た時は本当に大変だったから、おとなしく爪もね切ってもらえるようにねなりました。アークアお利口さんです。さあ最後は、ノエル兄さんですね。もうノエル兄さんもね、もう前にこうマミーがいるっていうのがこう分かってる状態でカットしてもらってるので、もう常にねマミーのこと気にして見てます。でもねノエルはかなりブルブルとね、震えています。この動画ではどうだろう、分かるのかな。私はまあ実際に見てたのでね、もうすごいなんか震えてるっていうのが分かりました。心配そうな助けての目でマミーの方を、見ています。まあね、でもノエルはね相変わらずおとなしいです。多分トリマーさんもねやりやすいんじゃないかな。
さあ、こちらのお店にはね、こんなサービスもありますよ。この肉球ケアはね、我が家でもやっています。はい、全員ね、爪をカットしてもらって、これからちょっとね、マミ少しお買い物をします。さあ、子供たちはもう商品にとても興味津々ですよね。もうとにかくなんかマミーの方を見るというよりも、もうとにかくなんか、商品棚の商品を、一生懸命見ております。ペット用のものだっていうのがわかるのかな。もう興味津々。時々ね、ナイト君が後ろ見るけど、他誰もマミーの方見ない。ずっとなんかキョロ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 してるね。まあね、いつもの空間じゃないからね、違う場所だからね。さあ、売り場が変わりまして、マミーが探してるのはね、プールサイドとかに、敷いてあるマットなんですよ。こう水はけの良いというか、あのジュエルさんがね、人工芝を引いてやると、その端っこをね、こうボリ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 掘ったり、こうなんか食べるというかね。なのでちょっともう食べれないね、このマットを探しに来ました。さあ、子供たち初めてエレベーターに乗ります。おお、開いた。さあ、ちょっと狭い空間に入るんだけど、ダイヤくんはちょっとやっぱり心配で腰を下ろしてますね。座ってますね。他の子たちはね、みんな何何って感じでこう体を起こしてね、見てるんだけど、はい、ドア開きましたよ。はい、あやチャンネルは元保護犬たちとの日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again. Bye.